ドダイアリー August 1, 2022 by Hiroshi Hayashi Hamamet City Japan ビデオ日誌2022年8月1日林博史です。おはようございます。今日は2022年8月1日です。まあ、つまりですね、私にとっては今日から11年目に入ります。昨日満10年が終わりました。で、今朝ですね、今時刻は午前4時25分ですけども、1時間ほど前にね、目を覚ましまして、ベッドの中であれこれ考えていたわけですけども、今日は最初にビデオダイアリーを作ろうということなんですね。まあ、今日から11年目ということを意識しています。まあ、意識したために、まあ、そのような判断をしたというわけです。はい。で、今日から11年目に入りますけども、で、自分をふとね、この10年間振り返ってみて、まあ、そのいろんなことを考えていたわけですけれども、まず第一に、その達成感というのはあんまりないんですね。なんて言いますか、10年間やったんだというような意味での達成感というのはあまりないんですよね。それはある意味で、つまりその自分がこの10年間したものというものがですね、形としては、まあ、目に見える形としてはですね、何も残っていないということかななんてね、考えました。というのは、例えばね、ものを作るということであるならばですね、例えばその10年間かかってね、まあ、コツコツと城を作ったという意味、例えばですよ、においてですね、この城というものが残るわけですけども、このいわゆるまあソフトウェアの世界でですね、動画を発表してもですね、そういう形ではそのいわゆる残らないんですよね。まあ、どこかなんて言いますかね、得体の知れない電波の世界っていう感じでね、もっと言えばネットの世界という感じでですね、何もないんですよね。ポカーンとね、まあ、ベッドの上から天井を見ているとですね、まあ、それが全てということになるのかななんてね、思ってみたりするわけですよね。ですから、まあ、10年やったというような意味でね、例えばもう、この7月に入った頃からそういう感じが強く、思いが強くなったわけですけども、やったんだ、10年やったんだなんてね、自分で言い聞かせていたわけですけども、実際昨日の、まあ、夜ですよね、特に何か変わったこともないし、まあね、ワイフと簡単な乾杯をしてそれで終わってしまったという感じですよね。そして今日から11年目といってもですね、これまた何もないんですよね。まあ、つまり今日は昨日の続きということなんですよね。まあ、つまりその達成感がないななんてね、まあ、贅沢なことを言っていますけども、はい、まあ、それじゃいけないということを今日ね、まあ、このビデオダイアリーの、まあ、一つのテーマにしたいというふうに考えているわけですけども、まあ、ともかくもそうしてですね、この11年目が始まったということになります。で、その達成感がないということはですね、まあ、そのある意味でね、ある意味で、まあ、先ほどね、そのような自分の心の中でそのような結論を出したわけですけども、ある意味でそれ自体がですね、素晴らしいことなのかななんてね、思ってみたんですよ。というのはどういうことかというとですね、まあ、その日々にこの生活していく流れの中でですね、そのなかなかね、その自分の思う通りに、思うようにその日々を設計できる、またそれが実行できるということは、これは贅沢なんですね、考えてみればね。まあ、その逆にこの日々に設計できなくて、そしてそれが実行できない人というのはいるわけですよね。そのいるというのは、その皆さんがそうだということではなくてですね、例えば今から10年前、それ以前の私というものをですね、私の中から引っ張り出して考えてみた場合にですね、あのままの自分だったら今頃はどうなっているんだろうなという意味においてですね、つまりゾッとするところがあるんですよね。というのは、今から10年前の私が
まあ、私の中にいるわけですよね、確かに記憶としてね。そしてその残像のようなものが、亡霊のようなものがですね、今の私の中に残っているわけですよね。ですからそういう自分を、つまり2012年以前の私ということになるわけですけども、2012年、7月31日以前の私ということになるわけですけども、まあ、ちょっとくどい話になりますけども、今からちょうど10年前のですね、2012年の8月1日から本当にその8月1日からですけども、書斎にこもってですね、今の仕事をするようになったわけです。で、それ以前、まあ、その前の日で見るわけですけども、2012年の7月31日以前の私というのがですね、私の中に今残ってるんですよね。で、そういう自分を見ながらですね、あのままの私だったら今頃はどうなってるのかななんてね、考えるわけですが、しかしそれはある意味でゾッとすることなんですよね。というのは、あのままの今の自分、あのままの自分でいて、今その自分が心の中の、まあ、心でますね、自分であったらどうなのかなというとですね、まあ、日々に虚しくて、日々に切なくて、日々に寂しくて、日々に、なんて言いますかね、やりがいもなく、なんて言いますか、日々にその日をね、だらだらと過ごすだけ。つまり、何のために生きているか目的もないし、まあ、何かね、こうライフワーク的な生き方を目指すような生き方もしてないしということで、まあ、そういう自分を今ここでですね、引っ張り出して、ね、タンスの中からですね、あるいは戸棚の中からですね、過去の自分を取り出すようにして、そういう自分を今ここに引き出してみるとですね、正直言ってやっぱりゾッとするんですよね。つまり先ほどちょっと言いましたように、贅沢かなというのはどういう意味かというとですね、そういう自分でないだけでもですね、やはりこうありがたいことかなというふうに、まあ、思い直すわけです。つまりですね、この10年間生きてきた達成感はほとんどない、何かを成し遂げたという実感もないわけです。ないんですね、これ本当にないんですよ。ですからその、まあ、とにかく10年間やってきたけども、それが何だったのかというふうに思うわけですけども、その達成感がない自分であるだけでもですね、つまりはその素晴らしいことかなと、つまりその素晴らしいことかなと思う自分がなぜそのように思うかというとですね、仮にその10年前の2012年の7月31日以前の私であったとしたらですね、今頃は本当にこう惨めなその老後を送っているに違いない、そういう自分が、まあ、その10年前の私を引っ張り出してみると容易に想像ができるわけですよね。また同時に、私最近ね、あの同年代の人といいますか、以前のようにね、このコロナ騒動だけに、まあ、全てをかこつけるわけじゃないんですけども、要するに人と会うということが非常に少なくなってしまったんですよね。それ以前はもう頻繁に言ってますか、1日1回はですね、もう人とね1時間以上は喋るんだなんてね、あえて外へ出かけて行って、まあ、その電話かけたり会ったりして、まあ、自分をまあコントロールしていたわけですけども、それがなくなってしまったということもあるのかななんて思いますけど、それは言い訳にしかならないわけですよね。やろうと思えばできるんですけどもね、しかし何かにつけて億劫になってしまったということもあるわけですね。それは体力、気力、知力、いろいろあるわけですけども、そういうものが理由でですね、まあ億劫になってしまったということもあるわけですけども、もしそうであったとしたらならばですね、まあ、そうでということは結局、まあ、そのちょっと話が飛びましたけども、要するに10年以上の 前の私が今ここにいて、今林浩司がどういう人生を送っているかということになってきますとですね、虚しくてね、どうしてこれ、どうやってこれから先、生きていけばいいんだというような意味でね、悶々としているんじゃないのかなと思うわけです。しかしそういう部分が今あるんですよ。実はないわけじゃないんですよ。私もね、私もということは知ってみんなあると思いますよ。ないに人はいないわけですよね。はい、まあ、そういうことなんですよ。で、そうでない、まあ、今日もね、朝起きて1時間あれこれ考えたわけですけどほどね、そして今この書斎に入って、今日から11年目だ、最初の今日はね、つまりはそのビデオダイアリーで始めようというふうに、まあ、その何かしらね、つかみどころのない、まあ、11年目に入ったわけですけども、そういうふうにできるだけでもですね、自分は幸せなんだ、もったいないなというふうに思うわけですよね。
まあ、そのように、まあ、自分を慰めているのかなという部分もないわけではないんですけどもね、まあ、ともかくもこうして11年目が始まったというふうに自分に言い聞かせながら位置づけできるだけでも贅沢なんだろうなということなんですよね。まあ、特にね、いわゆる、まあ、こういう11年目に入ったからといって何かね、まあ、お祭り騒ぎ的なね、まあ、そのこともね、ありませんしね、まあ、人生こんなものでね、淡々と流れていくのかな、そしていつかね、淡々と、まあね、次のね、まあまあ、世界へ入るかどうか分かりませんけどもね、まあ、ともかくその日までね、淡々と生きていくしかないんだなという感じでの、いわゆる自分が、まあ、今ここにいるわけですけども、まあ、それだけでもありがたいことかなというふうに思うわけです。で、その今から10年前を思い出してみるとですね、まあ、時々そういうふうに思うわけですけども、まあ、例えばね、今ちょうどご覧いただいている動画がその中の一つということになるわけですけども、まあ、私はですね、この動画をですね、六条間の奇跡というふうに位置づけているわけですけども、これまた不思議な世界でしてね、鏡の向こうとこちらの世界のようなものかもしれませんけども、要するに私の世界ってから見るとですね、まあ、こういうことは皆さんにも当然起きているっていうふうに考えがちなんですよね。またそのように考えてしまうわけですよね。私だけにこんなことが起きるはずはないし、まあ、私がね、そういう意味においては特に、まあ、なってますか、他の人と違ったところがあるというような人間ではないんですよね。ですから今の私からするとですね、この六条間の奇跡的なことがですね、つまりは皆さんにも起きている、当然起きているだろうし、まあ、そういうものだというふうに考えてみるわけですよね。ところが自分をですね、10年前の自分に置き換えてみるとですね、先ほど言いましたように引き出しから引き出してみるというような言い方がいいんですけどもね、まあ、どこかにあるわけですからね、自分の心の中にいわゆる二重人格的にあるということではなくてですね、つまり私自身がその過去の私をよく知っているわけですよね。それはその自分がその人生を歩んできた皆さんもそうだと思いますけどもね、そういう自分というのはあるわけです。いるわけですよね、そこに。その自分というのは、いわゆる多重人格的な別の私ではなくてですね、私の、いわゆる、まあ、私自身の中の引き出しの中にいる私ということになるわけですけども、その私に自分を置いてみるとですね、つまりは逆にね、そんなことあるかと。そんなね、部屋の中をですね、開口屋が飛び交うようなことがあるかと、勉強会でですね、いろんな事件が起きるようなことがあるかとか、まあ、いろんなふうに皆さんお考えになると思いますけども、まあ、考えていらっしゃる人がいると思いますけども、それはとりもなわさず私の10年前の私なんですよね。あの今から10年前の私だったらですね、まあ、どこかでね、そのような現象が起きているというような話を聞いたとしたらですね、そんなバカなことがあるかと言って吐き捨てているだろうなということなんですよ。要するにですね、まあ、今私はですね、まあ、当然のように、まあ、こうしてですね、自分の部屋の中をですね、こうして飛び回ったその物体をですね、ビデオカメラが捉えていたわけですけども、まあ、そういうのを見ながらですね、まあ、こういうことはみんなのところに起きてるんだということで、それが私にとっては今の生活の中では当たり前になってるんですよね。しかし10年前の私にはそんなバカなことがあるかというようなことなんですよね。裏を返して言うとですね、裏って言いますか、もう一歩話を進めて皆さんにお伝えするとですね、私の世界はそういう世界だということです。まあ、そういうものがですね、みんなのところにも起きてるし、私のところも起きてるし、こんなことはみんなのところに起きてるし、まあ、要するにこんなことがあっても不思議じゃないし、当たり前のことだということになっているわけです。もっとはっきり言えば、神とのいわゆるその共存と言いますかね、神が私の中にいるということは、これは当たり前のことであるし、まあ、当然だと思うし、またそういうことはみんなのところにも起きてるんだというふうに考えるわけですよね。はい。ところがですね、皆さんの側からすると、まあ、そういう経験をなさっている方もね、いろんな方から情報あるいは連絡をいただいてますけども、大半の方にとってはですね、今の私の中にいる10年前の私だということですよね。つまりそんな神なんているか、そんな現象が起きるか、部屋の中でそんなもん飛び回ったのはただのレンズフレアだと、ね、ただの光学現象だと、あるいは何かの見間違いだ、ゴミだ、ホコリだ、ね、虫だというような形で、まあ、皆さん見ておられるわけですよね。その通りだと思います。それよくわかるんですよ。となると私の中には今こうして2人の自分が、まあ、2人って言いますかね、いわゆるまあ人格障害的な2人という意味ではなくてですね、まあ、別の、まあ、いわゆる引き出しの中にいる
の中にいる私という、まあ、ものを並べて考えてみるとですね、つまり二人の自分が相対立してそこにいるわけです。その、まあ、ここでちょっと分けなきゃいけませんよね。今の私を私 A としますよね。そしてその10年前の私を私 B としますよね。そうしますと、その私 A から見れば逆に今の私は私 B をですね、まあ、信じられないと言いますか、あ、そういうこともあったんだろうな、あのままの自分だったら今はさぞかし惨めなね、まあ、なんて言いますか、精神的にね、惨めなその、まあ、老後を送ってるんだろうなというふうに思うわけですよね。しかし、まあ、かろうじてです、まあ、何かのね、成果もない、その何かの、ね、達成感もない、日々は淡々と過ぎていくという自分は、それは変わりないんですよね。おそらく10年前の私もそうだっただろうし、まあ今の私もそうだっただろうし、10年前のままの私だっても今のままの私だっただろうし、という意味でね、淡々と過ぎていくということなんですけども、しかし、まあ、今日ね、まあ、11年目に入ったんだな、今日最初にビデオダイアリーを作ろうというところからですね、仕事が始まっただけでもですね、つまり何もない、達成感もないね、自分でやり遂げたという、まあ、その実感もない、まあ、だからといって世の中が変わったわけでもない、何もできなかったという部分においては、まあ、ある意味のね、虚しさが残っているわけですけども、しかしそれでも贅沢なことなんだなというふうに思っているわけです。まあね、人生なんてこんなものかもしれませんしね、皆さんね、はい、まあどんなふうに皆さんの目から見てね、林博士がどのように見えるかそれは分かりませんがね、まあしかし10年前の私から見れば、まあそこそこにね、まあね生きてるんだなという意味でね、まあ贅沢も言えないな、まあこれで贅沢、まあいいんだと、まあ要するにこれからまた次の10年に入るわけですけども、まあこの先ね、10年経っても今のままだろうなという感じでの、まあそれで今のままでいければですね、それでも大恩の恩の字ということになるのかなというような思いでですね、前に向かって進んでいくしかないということになるわけですよね。つまり、まあ結論的に言えばですね、つまりまだって言い方もね、またこれ失礼な言い方になるかもしれませんけどもね、まあそうでなくて、まあ苦しんで寂しい思いをしてですね、辛い思いをして、どうやってこれからね、老後を生きていくんだ、なんだ生きがいはなんだ、孤独じゃないかって形でね、寂しい思いをなさっている方も、辛い思いをなさっている方も、これまた多いってことは、これはわかるんですよ。つまり、10年前の私が、今のままだ、そのままの自分だったら、今頃はそうなってるんだろうなってことが、自分でも容易に想像がつきますからね。そういうもんなんですよ。はい。ですから、まあ、そうでないだけでも、御の字なんだな。まあ、それはいろいろガタガタしてますけどもね、まあ、ガタガタ体もしてきていますけども、しかし今のところね、まだこうしてね、話すこともできるし、まあね、私を支えてくださっている方も多いしね、まあ、そういう形で私は幸せなんだな、それで十分じゃないかというような意味で慰めているのかな。やっぱりそうなんですよね。自分でそうやって慰めているかもしれませんね、私ね。まあそれだけでもまあいいんじゃないかということでですね、まあ今日はですね、自分の思いをですね、そのまま皆さんに話させていただきましたけども、要するに11年目に入った、昨日までで10年が終わったんだといったところでですね、まあそれは数字だけの問題でしてね、要するにだからといってね、それが何かのね、皆さんにこう何て言いますかね、届くような形で、まあ日々にそのそこと努力したということがですね、まあ何かの成果としてですね、認められるということはこれはないわけです。全くないですよ。あの、もう昨日は今日はね、全く昨日と同じじゃないかって感じで、まあ、今日からこれからね、仕事を始めるわけですけども、まあ ただ一言を付け加えるとですね、どこかこうその達成感がないばかりではなくてですね、どこかこう気が抜けたようなね、なんて言いますか、ところがありますね。いわゆる燃え尽き症候群的な、つまりかすかなその敗北感っていうのなんて言ったらいいんだろうな、ポカンとした気持ちが今ありますね。いわゆる、まあ、子供の世界でいう燃え尽き症候群に似たものではないのかなと思いますね。まあなんて言いますか、まあ
やる気を出す、引っ張り出すのにね、ちょっと苦労今してるところなんですけどもね、まあ、今日は何しようかってね、まあ、その新しい自分、11年目なんだから、方法をしっかり持ってね、もっと前に進むべきだとかね、もっと攻撃的になるべきだとかね、まあ、そういうふうに思うところもあるわけですけども、しかしね、ポカーンとね、何しかしらこう心の中にね、穴が開いて、その穴の中をですね、乾いた風がスーッと吹き抜けていくような、いわゆる、まあ、空虚感、空爆感って言いますかね、何かそういうものありますね、やっぱりね。それが今、今日、2022年の8月1日の、まあ、今日始まり、11年目の始まりの私自身でもあるということですね。しかし、まあ、私のことですから、仕事始めれば、ですね、またいつも通りできていくわけですけどもね、まあ、大した、ね、目標があるわけでもないし、まあ、そのやらなければならないというその義務感もないわけですからね、まあ、そういう意味では何て言いますか、さらさらとこうして日々が流れていくわけですけども、まあ、それだけでもね、それだけでも幸せなことなんだな、幸福なことなんだなというふうに思い直しています。健康にしてもですね、とにかく目が見えるんだ、音が聞こえるんだね、というようなことだけでも本当に幸せでありがたいことだなというふうに思い直してですね、まあ、それをどう生かしていくか、つまりは生きていくというよりもですね、どう生かしていくかということなんですよね。命をどのように燃やしていくかということなんですよね。はい、そういう部分で、まあ、迷いもあるわけですけども、まあ、ともかくも今日ね、どこか愚痴っぽいわけのわからないぐだ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 した話になりましたけども、まあ、これもね、私林浩司の一面ということになるという意味においてね、ありのままを話させていただきました。で、最初の話に戻ってね、まあ、つまり、まあ、結論的な話になりますけども、まあ、ともかくもですね、まあ、今日から8月1日ということでですね、11年目が始まったわけですけども、まあ、なんて言いますかね、はい、何でもない11年目で自分を振り返ってみると、何でもない10年だったというような感じでですね、どこか、なんて言いますかね、ポカーンとした感じでいますけども、しかし、それだけでもありがたいことなんだなっていうふうにして、自分に言い聞かせながら、まあ、思い直しながらですね、まあ、前に進んでいきたいと思います。で、先ほどちょっと話しましたけどもね、こうした現象がですね、まあ、私の側からするとですね、鏡の、まあ、今の皆さんから見れば林浩司の世界は鏡の向こうの世界だというふうに思われるかもしれませんけれども、その鏡の中に入ってしまった私の世界から見るとですね、こういった現象というのは何も私に対してだけ起きていることではなくてですね、現に左上のこの今画像を皆さんに冒頭で紹介しましたけれども、これはですね、2013年にですね、フォートオルグオグデンですね、まあ、初めて聞いた地名ですけども、フロリダにそういうところがあって、フロリダの方がですね、ベランダから撮影なさったものだそうです。ですから、まあ、私の経験するなんとね、9年前にですね、まあ、このような経験をすでになさった方がいらっしゃるということですね。そしてそれと全く同じものがですね、まあ、私の部屋に現れたということになりますとね、まあ、両方とも偽物なのか、両方とも本物なのかということになるわけですよね。まさにソクラテスの弁証法ということになるわけですけども、まあ、私のところに現れたものが、というか全く両方が同じだということはですね、両方とも本物だというふうに理解していただきたいなというふうに思いますね。はい、ということでですね、まあ、私の鏡の皆さんから見れば、私は鏡の中から皆さんに向かって話しているところがあるかもしれませんけれども、こういうことはみんな私の世界では当たり前になってきているんですよね。まあ、それだけでもありがたいことなんだなというふうに思ってますし、逆にね、まあ、今のね、引き出しの中の私から見れば、こんなことが本当にあるなんてことはですね、10年前には想像もしなかったということですね。はい、ということに考え直すとですね、今の私にしてみればこうしたものがね、飛び交う世界というのは、これでビデオカメラに収められたのは6回目になりますからね、自撮りでね、この部屋の中で起きたのは6回目になるわけですけども、こういうことは、まあ、今の私にとってみれば当たり前すぎるほど当たり前の世界になってしまったわけですよね。それゆえに感動もないしね、驚きもないし、ショックもないし、衝撃もないわけですよね。今から10年前だったら相当大きなショックを受けたと思いますけどもね、まあ、ショックを受けて
まあ、どうかなってしまったかもしれませんけどもね、まあ、今の私にしてみれば当たり前の現象ということになるわけですけどもね、世界中で起きている、皆さんにも起きている、そして皆さんのところにも起きる可能性が十分ある現象ということになるわけです。そうでしょ、私はね、いない時からこういう現象が起きていたということは、逆に今度は私がこの世界から消えていなくなってとしまってしてもですね、こういう現象は続くわけですからね、その時は今度は別の誰かのところに起きるわけですから、まあ、そういう意味においては誰のところにも起きる現象であるということになるわけです。あとはそのこういう現象、まあ、鏡の中に入るか入らないか、その ところでね、迷っておられる皆さんもいらっしゃると思いますけれども、要するにあとは皆さんの決断と判断力の問題ということになるわけですね。あるいは皆さんのいわゆる、まあ、生き様の問題ということになるのかなというふうに考えています。言い換えると私のこうした生き様がですね、皆さんにとっても何かの、ね、参考になればいいと、まあ、それだけでももう本当にね御の字ですけどもね、はい、参考にしていただければいいというふうにも考えるわけです。本当にグダ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 とね、わけのないわけのかわからない話をしたような思いがありますけども、まあ、ともかくも今日はですね、まあ、こうした思いをですね、皆さんに伝えて今日のビデオダイアリーにしたいと思います。したいと思います。はい、ということで、なんともわけのわからない11年目に入ったということです。今日も今日の仕事が始まったということです。またそれを私はするしかないということになるのかなという意味でね、はい、まあ頑張りますとだけしか言いようがない今日この朝ということになります。ではこれで失礼します。どうか皆さんもね、お体には気をつけて、はい、今日月曜日ですよね、はい、ではさよなら、バイ。That afternoon, more than 100 small UFOs flew dancing around in my room. I called it a miracle. A miracle of a room of 6 tatami mats. A miracle which is an impossible one. But the miracle showed me the future direction thatHumans should take. Where do humans go? They showed me the direction of the future. 数万年先の未来の話かもしれない。数十万年先の未来の話かもしれない。が、私はその奇跡の中にその未来を見た。その日、その午後、私の部屋の中を100機以上もの小型の UFO が飛び回った。私はそれを奇跡と呼ぶ。まさに六畳間の奇跡。ありえない奇跡。が、その奇跡は私たち人間が進むべき未来の方向を見せてくれた。人間はどこへ行くのか、その未来の方向を見せてくれた。広し林、Hammamet City, Japan。 それが現実であれ非現実であれ、それは物体として動画に撮影された。そしてその物体を私たち人間が見るところとなった。もちろんそれが何であるか私にはわからない。それらは神々の乗り物なのか、それとも神々の偵察機なのか、あるいは神々自身なのか、何であるにせよ一つだけはっきりしていることがある。その物体は人間の英知をはるかに超えた物体であるということ。
例えば猿ヶ島の猿たちがスマートフォンを手にしたようなものなのだろうか、それとも空を飛ぶ鳥たちがジェット旅客機を遠くに見たようなものなのだろうか、あるいはカゴの中の小鳥が宇宙の写真を見たようなものなのだろうか。人間の歴史はたかだか数万年、技術的進歩にしてもたかだか数千年、あるいはこの数百年かもしれない。私の部屋の中を飛び回った物体が何であれ、その物体は私たち人間の英知をはるかに超えている。空間を自由に移動し、あるものはパソコンのモニター画面から飛び出し、またあるものはパソコンのモニター画面やテーブルの板の中に消えていく。大きさや形も自由に変えているように見える。その飛び方も私たちが持っている物理学の常識を超えている。つまりそれが何であるか、その判断をすること自体おこがましい。私たち人間が持っている知識そのものが乏しい。その範囲でそのものが何であるかを判断することはできない。できるはずもない。ああ、できることがあるとすれば、その物体に驚き感動し、その向こうに神々の世界を垣間見ることだけが、それは私たち人間にとっては希望ということになる。つまり人間の未来は人間の考えるような、つまり人間の手の届く範囲にあるということではない。人間の未来は人間の手の届かないはるか先の未来にあるということ。そしてその未来は数万年、数十万年先の未来へとつながっている。その未来がその先にある。そう、私たち人間は今やっと歩き始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと小さなカゴから抜け出た幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと階段を上り始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児が。そんな幼児でも外の世界は無限に広く、無限に高いことだけはわかる。そして心の中の世界は無限に広く、そして高い。それが希望、それが私たち人間の希望。進むべき道は限りなく遠い、進むべき世界は限りなく広い。それを知るのが私たち人間の希望が、その一方ですでに私たちが進むべき道を知っている人たちがいる。数千年前、数万年前、あるいは数十万年前に同じ道を歩いた人たちがいる。そういう人たちは赤子を抱く母親のようなものかもしれない。幼児を指導する
教師のようなものかもしれない、あるいは若い人たちを見つめる老人のようなものかもしれない、あるいはもっともっとかけ離れた人たちかもしれない。が、悲しいかな、人間にはそれがわからない。傲慢で自己中心的、おごり高ぶっていて自分勝手、自分たちは完成された知的生命体と思い込んでいる。神々に勝るとも劣らない知識や技術を持っていると思い込んでいる。そして精神の完成度も神々と並んだと思い込んでいる。だから人間はバカ、本物のバカ。自分のバカさ加減がわからないから本物のバカ、どうしようもないバカ。ああ、バカな人には利口な人がわからない。なぜなら自分がバカだから。ああ、愚かな人には賢い人がわからない。なぜなら自分が愚かだから。だから人間は繰り返し繰り返しバカなことを繰り返す。だから人間は繰り返し繰り返し愚かなことを繰り返す。がそれだけでは済まない。すでに人間は大量破壊兵器を手にしてしまった。その兵器が本当に使われてしまったら、この地球はどうなるのか。人間どころかあらゆる生命体が影響を受ける、絶滅する、つまり地球そのものが終わる。さあ今がその時、今がそれを知るべき時、今がそのバカを止めるべき時、今がその愚かさから抜け出るべき時。それがわからなければ、今一度この動画を見てほしい。球体の物体が私の部屋の中を飛び回っている。これが現実、現実に起きていること。つまり私はその向こうに数万年、数十万年先の人間の未来を見た。これから先人間が進むべき未来を見た。そしてその未来は限りなく広い、限りなく高い。そしてその心は限りなく深い。そういう人間の未来を見た。が、それは取りも直さず私たち人間が持つ可能性ということになる。その可能性こそが、つまりは私たち人間が目指すべき未来ということになる。言うまでもなく、今神々は人間に対して門を開いたということになる。さあ、あなた方人間も私たち神々の仲間になりませんか、と。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさが、それは私たち人間一人一人の問題、私たち一人一人の選択の問題、私たち一人一人が自分で
考えて行動すべき問題。そのためにもまず私たち一人一人が謙虚になること、私たちはよくて猿ヶ島の猿、あるいはそれ以下かもしれない、頭を下げて教えを請うこと、私たち人間の知らないことは山のようにある、そしてそれらは深い海のように深く、この大宇宙のように広い。さあ、あなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと、そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさ、今こそ人間の私たちは神々のそうした声に耳を傾け、それに応えるべき時ではないのか。